やべやべ、無言で無言でリサーメしまくっちゃってる。やばいだろさすがに。ペンタバースト、そして強すぎる。なんだこれ、ペンタバーストじゃないんだっけ名前忘れちったけど、マジで強すぎやしねえか。やべえぞ、リサーメが止まらねえ。ボラ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 レビア。ということで画面の前の皆さんこんにちは、こてつなです。今回はね、こちらの新しく出たティアですね、絶対レイド作戦、アブソリュートゼロかの、ティア75で手に入るこちら ABR223 のマスタークラフト迷彩、ファイターエースですね。ちょっとこいつを使っていこうかなというふうに思うんですけども、まあ最初に動画も見てみようか。ということで、まあサプレッサーバチバチにつけてましたけどまあ今回はねちょっとこいつを使っていこうと思うんですけども、まあ今作はやっぱりねタクティカルライフルがめちゃめちゃ強いっすよね。まあ ABR といえばベータ版の段階ではもうこの武器さえ使っとけばもう全てが万事解決みたいなぐらい、まあ圧倒的に強くて、で一応製品版が発売されてからもう今現状だとソードフィッシュかな、ソードフィッシュがすごく強くて、まあ ABR もかなり強いって感じだよね。このオペレーターモードリピーターがあると、めちゃめちゃ速いキルタイムを叩き出すっていう。なのでまあ全体的にやっぱり今作はタクティカルライフルが強いんですよね。一応そのそれぞれの特徴を軽く言うと、まあ DMR 先輩に関してはオペレーターモードをつけたりすることによって、まあタイタンにも正面から打ち勝つキルタイムが手に入るってことですね。ただまあこれに関してはカスタムの幅がやっぱ狭くなっちゃうっていうのと、あとキャラコンがね上手くないと、まあストックとかがないのでそこが難しいかなっていうので、ABR に関しては、まあこれもね、キャラコンも必要だけど、弾管理かな、どちらかっていうと一番必要なのは。そのオペレーターモードをつけることによって、クッソ早いキルタイムは手に入るんだけど、ただ拡張マガジンが必須にどうしてもなってくるので、これもやっぱりカスタムの幅がどうしても狭くなるっていう感じかな。まあオペレーターモッドはね、どうしてもこの使う、なんだろうな、カスタム枠が多いので、どうしてもオペレーターモッドをつけるっていうタクティカルライフルに関しては、カスタムの幅がある程度制限されちゃうのは仕方ないですよね。でまあソードフィッシュに関しては一番個人的なタクティカルライフルの中ではやっぱり強いよね。あのカスタムのなんだろうな制限も特にないし、オペレーターモッドをつけるとまあ当然強いんだけど、俺はオペレーターモッドをつけない方がいいと思ってるので、カスタムの幅がまず非常に広いってことだよね。クイックドローつけたりサプレッサーつけたりハイブリッドマグつけたりっていうこともできるし、まあアタッチメントの枠増やしてクイックドロー2で最速のエイム力を手に入れることもできるということで、非常に汎用性が高い。うん、それでいてパークとかもつけれるしね。なんで一番おすすめというか強いのはソードフィッシュかなとは思いつつ、ただまあABR だったり DMR だったりタクティカルライフルに関してはもうどれもめちゃめちゃ強いよねっていうのが、うん、このブラックオプス4における現状なのかなとは思いますね。ただまあやっぱりそうは言っても DMR とこの ABR に関しては、先ほども言った通りオペレーターモッドをつけるとなるとカスタムの幅がかなり減ってしまうので、まあゼロが登場したことによってタクティカルマスクがもっと僕は需要増えたと思うんですよね。どうだろう、あのゼロのさ、システムハックあるじゃない、アイスピックだっけ、あれもねタクティカルマスクつけてると確か回復が早くなるはずなので、非常にタクティカルマスクの需要が増えたんですよ。なんでパーク1をつけたいかなっていうのはあるので、そういう意味ではね、オペレーターモードつけるとやっぱストックもつきにくくなっちゃうしっていうところでは、まあやはりこの ABR っていうのはクロート向けなタクティカルライフルになってるのかなという気はしますね。まあ何はともあれ今回はねこちらのねエアロスミスじゃなくてABR のマスタークラフト迷彩、なんだっけ名前、ファイターエースか、エアロスミスじゃなくてファイターエースを使ってね遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで使っていきましょう。 ABR のオペレーターモッドリピーターと、EL をクイックドロー拡張マガジンスティームショットガンホデッドサイレンスで、コントロールやっていきたいと思います。よろしくお願いします。もうこの段階で違和感マックスってか、もうプロペラあれずっと回ってんだねマジでマジで草生えるんだが、なんか普通の ABR よりそしてめっちゃでかく感じるねこの画面だと。まあとりあえずこのバリアントで頑張っていきますよ。よろしくお願いします。コントロール、すごいよなマジで。こんな感じです、見た目は。もうめちゃくちゃですね。構えるとね、ほらもう羽がすごいんだこれ。さあさあさあ行くぞ。オペモッドつけてるんで、
オペモッド付きなので、まあもう基本フルバーストで、フルバーストで使っていくんだけど、よいしょ。まあ角マガもつけてるし、オッケー。難しさは当然この子はある。今撃たれたよな。この子は当然難しさはあるんだけど、相変わらずやっぱ強いのは変わらないって感じだよね。うわ、ごめん。さよなら。来るかな。オッケー。まあやっぱ強えな、相変わらず。強さはマジで相変わらず。俺も踏もうか。このバカバースト状態はマジで強いからな。うまく使いたいよね。その最高レートの状態をうまく使えると、この子はいいよね。よいしょ。本来であれば、だから俺みたいになんかこう一回一回打ちやめるのはまあもったいない話ではあるんだよな。できればこれゼロがいると壊してほしいけど、ゼロいないか、うちのチーム今。イカラさん行く？そこ。俺もじゃあそっちから行くか。外周から味方行ってるしね。行こうぜ。いたな。なんかこの飛行機がマジで、あ、やばい。一回飛行。やべ、味方に押し付けした。ごめんな。オッケーオッケー。もうこの打ちながら入ることによって加速した状態で戦えるわけなんですね。一回落ち着こうか。弾もないし、ここは味方の中も羽から羽が跳ねってるんだけど。オッケー。やばい、羽からなんか紫の今光が一瞬出てたぞ。ただ弾がないのでちょっと切り替えますね、さすがに。こっちいるか。オッケー。オッケー。サプレッサー付き MX9 つえー、やべ、弾がない。いやー、死んじゃった。さて、また羽根付きに戻りました。羽根付き餃子ですね。ミカルさんの1位の人強いな。なんかこのまま圧倒的に勝てそうじゃね、この試合。あれ、いない。ブーン、どこだ、ブーン。そっちかーい。大丈夫だよ、任せて。オッケー。おー、なんかレインボーになったんだけど、やばいだろマジで。この試合かっこよ。もうバリアントがこんだけ派手だとさ、マジで集中できないよね、目の前のエイムに。本当に気を取られてしまうわ。さて、じゃあ最初ショテヘルストーム使っちゃいましょう。モーレツ。おー、3枚か。まあいいでしょ。4枚5枚いけそうな感じのあれだったから行きたかったけどね。さてさて、 OK。 ん、今いた。お、大丈夫か。 OK。 これはなんかもうかなり押し込めそうだね、このまま。テンペスト使っちゃおっか。すまんな。 UAV スタンバイ。敵はライフ切れが近い、片付けろ。テレストーム出撃中です。やべやべ、無言でリサメしまくっちゃってる。やばいだろ、さすがに。ペンタバースト、そして強すぎる。なんだこれ、ペンタバーストじゃないんだっけ、名前忘れちゃったけど。マジで強すぎやしねえか。やべえぞ、リサメが止まらねえ。なんだこれ、強すぎるだろ。 A 踏まれてるし。とりあえず A 踏まれてるので助けに行こうか。おー、そこにいるのか。危な、もう一人いたし。危ねえ。やばい、レインボーモード入った。ナイスー、マジで強い。てかテンペストが強かったけど、エビアルもやっぱ相変わらず強いね。今作はなんだ、タクティカルライフルはどれも本当に強いよね。お、これかっこいいやつ来たよ。もうなんか無言でリスキルしちゃったやつ、思わず。美味しかったな。やっぱテンペスト強いよな、マジで。ゼロちゃんの影響もさ、テンペストは特に受けないからさ、あんまり。うん、だからやっぱ強いよね。自分のタイミングであれが使えるっていうのは強い。さあ行くぞ、また初手。これはもうストレートで終わらしちゃいましょうか、容赦なくね。敵さん一人抜けちゃってるし。頑張れみんな、前に攻め立てろ。俺はスコアストリックを使うぞ。行くぜ、バブバブバブミのバブミちゃん。誰もいないでーす。まああるあるですね、しょうがない。で、相当いそうだな。こことここだな。これね、エルストの強いところはなんか結構縁に当てても当たるんだよね、こんな感じで。割と縁に当てても当たる、マジで。
それが強いと思うわ。あ、そっちから湧いてくるか。うーん、マジか。割とその入り口とかに入れればなんか爆風強くて入ってくれるんだよね、建物の中に。それがマジで強いっていうのはある。すまんな、もうレインボーモード入ってるし、このまま突ろっか。さすがにそれは無理だ。敵がブラボーを奪いに来た。オーケー、これで。惜しい、エイムが悪い。さてあと8人、もう圧倒的って感じだな、うちのチームの方が。最後にちょっとこのまま遊びに行こう。敵がブラボー、ブーンブーンブーン。ちょっとさすがに無理だな。さあラスト1人、もうこれはキルゲームですね、完全に。お、粘られてるぞ。誰がラスト1キルをもぎ取るのかな。ナイス。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。うん、やっぱ今作のタクティカルライフルは強いね。まあ冒頭でも説明したと思うんですけども、バランスいいよね。アサルトライフルみたいに使える、ソードフィッシュだったりこういう BAR もあるし、なおかつ、タイタンとかにも打ち勝てるぐらいね。まあそのキャラコンが上手くないと使いこなせないんですけど、DMR 先輩とかもあるんで、やっぱタクティカルライフル強えなっていう改めて思いました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナでした。お疲れ様です。おーつーぱん。あぶね、今のはラッキーだったわ、マジで。今のはマジでラッキーだった。オッケー。逃げさせてください。ありがとうございました。さよなら。あと一人です。オッケー、いやマジで強えぞこの武器、やばいだろ。